セントラル証券ボッサバグナ担当半沢直樹次長です。よろしく。君のバンカーとしての実力は私が認めている。私が頭取に説明し、あなたをここに呼んだ。まあ私はゴルフやったら絶対バンカーに行くんですけどね。お待たせ、ね、私はあなたのことが大嫌いだ。しかし自分が上に上がるために貴様のバンカーとしての実力が必要であると考えるなら、お前を使わざるを得ない。改めて私と手を組まないか。私だってあなたのことが大嫌いです。お話しですが、私が差し出すこの手は東京中央銀行の未来。逆やなこれ多分。俺の名前は半沢直樹、高校生探偵工藤新一。先輩の大和田常務と遊園地に遊びに行って、遊園地に融資しようとした結果、頭取痛み止めの怪しきな時に頭取の不祥事を見るのに夢中になっていた俺は、背後から近づいてきた仲間に襲われ、気づきは大事になってしまっていた。はい、これ半沢直樹選手権って来てるんですけど。いや、半沢直樹選手権ですよ。あなたさては半沢見てないとか言わないわよね。いや、僕は何も見てないですけど。これでは、今回やるのは半沢直樹選手権。イエーイ。この動画のカット率は 7.5%。 それあの福山ね。福山では最初の案件を言い渡す。人に頼む大事な7文字はお願いします。では大事な8文字とは。大事な8文字。こんな案件ばっかりいいんですか。何をやるかは大事じゃないんだ。わかるか森山、我々にとって大事なのは何をどうするかだ。そこでベストを尽くす。 What is the best way? 冷えまで出ちゃった。尊い、私が大事にしていたこと、それは過去問対策。これがなくては今の私はありません。尊い。あなた、私たちの回答について何もおっしゃってくれない。そんなんで尊いと言えるんでしょうか。わかった。まあそれが尊い無能やねんな。それが仕事ですからね。お願いしますよりも大事なこと、直樹分かってる？ちょっと間違った、キャラ間違った。ちょっとだけ。いろいろ融合してる。大和田常務が教えてくれた大切な8文字。頭取の立場だ。確かに。だがしかし頭取は顧客第一だと言っていたんです。決して自分の立場守ろうとはしておられない。半沢君の言うことも重々分かっております。ならばどうして？君はその存在の大きさを分かっていない。頭取の立場があって。みんなの幸せがある。で、そこで、で、もう全部。わよくやった。いやいやいや、ちょっとでも見てない割にちょっと似てるよ。ちょっと似てんだよ。トドリ、ついでに。勝ち負け、負け組という言葉がある。私はこの言葉が大嫌いだ。それは、それは半沢のね。急に半沢ね。次の案件を言い渡す。学校で女の子から告白されました。どう断る？大和田さん、私ずっと前からあなたとか好きでした。付き合ってください。そりゃ無理だ。多分あれかな、あの誰かな、誰かな、ハイダハイダハイダ形成か。告白してください。ずっと前から好きでした。付き合ってください。どんなに上手に告っても私はあなたに振り向かない。こちらです、黒崎健作。ずっと前から好きでした。付き合ってください。うん、君と付き合った場合において1週間にデートに割く時間はおよそ30時間。つまり私の勉強時間が25時間からなんとこれマイナス5時間になってしまう。そうなり私の出世は大幅に遅れる。よって私はあなたと付き合うことができない。おい福山、なんですと？お前が言ってるのは机上の、いやタブレット上の空論だ。あなたは、あなたはその彼女に会ったことがありますか？どっちだっていいだろうね。会ったことがない。もしそれを本当に言っているのなら
あんたこそ大バカだ。私の上司は大和田だ。確かに。伊沢君、大喜利は考えるときは念入りに、書くときは一瞬で心得ております。どんな科目もそうじゃん、ボケ。では、次の案件は言い渡す。友達が遅刻してきた。なんという、1分遅刻してくれるって言うんだよ。だよ。ごめんなさい、ごめんなさい、1分遅刻しただけです。私が1分遅刻する分じゃいいです。でも他の子会社のやつも遅刻しちゃう。先生、待ちください。あ、私の1分の遅刻、遅刻させてください。あんねん、これ。あんねんって。じゃあ遅刻してきた新入社員やって。すいません、遅刻しました。わかった。それではこの遅刻に反対意見がある者、挙手。いないな。役員会議の議題ゴミすぎ。役員会議の議題が。では次の案件を言い渡す、はい、アンパンマンのパン工場が経営赤字、どう立て直す。アンパンマンの経営工事。確かパン工場は2年前から融資が止まってる。え、私が見たところパン工場は人件費がかさんでる。だから私がまとめた草案によると、まずは人員削減、それによってまずバタコを解雇します。そしてチーズを再雇用先を探します。しかしバタコさんが反論してくることが組み込まれていない。そこで私の方の提案、まずこちら、あんこ削減、ジャムおじさんの脱ワンマン化、そして最新の物流移動システムを用いた全世界への配布、こちらを行いたいと思います。今こちらのね、そこで予約システムを使い、物流移動システムを使って、長い長い長い。ガチプレゼン始まってるじゃないか。では次の案件は言い渡す、半沢一発ギャグを披露しろ。なるほど、わかりました。皆さん、うちの半沢くんはこれまで電脳脱離集団の粉飾を見抜いた優秀なハンカーです。もちろん一発ギャグの実力も素晴らしいものなんだろうね。わかりましたね、私がお見せしましょう。地球の重力が10倍になった土下座。では次の案件を言い渡す、黒崎検査官、その新しい出向先は。私、いろんなことやっちゃって異動になったわ。誰かさんに似たのかしら。私の異動先はね、サウジアラビアよ。なんとか言ってやったら。黒崎検査官、あなたどこに異動になってしまったんですか。ガラガラガラ、はい、ストップよ、立ち止まりなさい。今すぐ着用している衣服を脱ぎなさい。衣服を脱ぐことはできません。私が、私が脱げと言ったら脱ぐのよ。脱ぎます。それからあんた、後ろ向いてケツの穴を見せなさい。今すぐによ。私はね、黒崎検便官よ。みんなの肛門に異常がないか抜き打ち検査するわよー。